この問題は2018年1月、名東区で当時中学1年生の斉藤佳子さんが自殺したものです。市の再調査委員会は、いじめがあったとは認められないとした当初の結果を覆し、部活動の練習でいじめがあったと認めました。これを受けて河村市長らが今月6日に遺族を訪れて謝罪したのに続き、昨日は当時の校長らが遺族を訪問しました。 当時の校長らは命を守ることができなくて申し訳ありませんでしたと学校の対応を謝罪しました佳子さんの父慎太郎さんはいじめによる子どもの自殺を防ぐための体制作りを訴えました